のの動動動画画画解解解放放放軍、軍ででとか、めっちゃええやん。す。プロモーションビデオ、皆さんどういうビデオかと思いますか、まあ、なんかかっこいいビデオ、すごく美しいビデオに何か音楽が入ってる。それはミュ音楽関係のビデオから、この車とかいろいろ魅力的な商品、まあ、あと他にもこの映画の,その短い部分。 その部分を集めたもの。いろいろありますね。それ、このプロモーションビデオって、よく考えてみたら何なのか。調べてみたら、まず Wikipedia、プロモーションビデオって入力するとミュージュ、ミュージックビデオにリダイレクトされますね。転送されます。プロモーションビデオという項目がないですね。それ、この、じゃあミュージックビデオって何なんだ。まあ、名前の通りですね。 このポピュラー音楽の楽曲の発売前にこの放映するもの、もともとそういうものだったみたいなんですよね。プロモーション、販売促進あ納得なと、納得したなと思いましたよ。まあ、納得ですよ。音楽、CD とかはまあ昔はレコードか、CD レコード、まあ、媒体問わずに音楽、それを売るために、 それを売るためのプロモーションとして、このビデオを作る、それがプロモーションビデオだったみたいですね。確かに昔、CD とか、CD ショップとかで、音楽かかってましたからね、音楽失礼、音楽はかかってますけど、映像、動画が、動画が、動画がモニターから流れてましたからね。そう思うと、その動画を見て、あ面白そうだなと思って、CD を買う、そういう流れになると思うんですよね。 だから、プロモーションビデオという言葉、販売促進動画、もうわか、理解はできますね。ただ最近だと、このプロモーションビデオって言い方、まあ、なんか古いふ、古い言い方なのかな確かにミュージックビデオっていう方が多いですよね。プロモーションビデオとか PV ってあまり聞かなくなりましたよね。あと、あの自分の好きなものとかを、 かっこよく撮って、それに音楽をつけたら、それも PV って言ってるそう、いたような気がするんですよね。いたし、私もそうつけちゃうと思うんですよね。ただその場合、もう自分で買ったものだから、販売促進とはちょっと言えないですよね。まあ、確かに自分が気に入って、自分が気に入ってるもののビデオを作って、それを,を YouTube とかに流せば、より多くの人が、 関心持ってくれるまあプロモーション販売促進という方をい販売促進という言い方をちょっと広めるとみんなに知ってもらいたいそういう意味で言えばこう自分たちで自作した動画も PV プロモーションビデオって言えるのかなと思いましたねあと PV と言っても別に音楽入れてなくてもミュージックビデオではないですけど PV にはなりそうですよね まあこの言葉とかってあまり調べないですよね。まあ、みんなが使ってて意味が通じるから、今更調べて、本当の正しい理由をその場でとっても、あまり良くない場を開ける、その言葉自体、もう単なる記号扱いで、その言葉の由来がどうであっても意味が通じればいいんだみたいな、そういうところがありますね。例えばあの 一般名称化したこの登録商標ってあるんですよね。例えば、宅急便。宅急便というと、あの黒猫トヤマト運輸の宅配便のことなんですよね。でも、多くの人、佐川急便とか、あと u パックとか、そこら辺も宅急便って言っちゃってますよね。まあ、その時に、意味が通じれば、別に直さなくてもいいのかな。その話の中ではね、そう思いましたね。 さすがに、そのマニュアルとか、あとぶ、会社として何か文章を出す。正式文章を出すときには、しっかりと訂正しないといけない。それは当然ですけど、単なる内輪の会話だったら、まあ、どうでもいいのかなと思いましたね。あと、他には、重言、重ね言葉ですね。馬から落馬したってありますね。それは、なんか、見苦しいとされるけど、どうでもいいのかなと思いましたね。 まあ落馬まあ、馬から落ちるからまあ、馬馬と続いてまあ、ちょっと見苦しいそういうところがあると思いますけど落車自転車から落車したバイクから落車したまあ、車車車いろいろ意味がありますからねだからバイクから落車したまあこれは見た目重ね言葉っぽくないですけど自転車から落車したとか。 どうだろう重ね言葉になるのかなでも、自転車、他に言葉置き換えれないですよね。まあなんかもうちょっと限定して、ママチャリから落車したとか、ロードバイクから落車したとか、マウンテンバイクから落車した。そう言えば、周り、別に重ね言葉だと思わない。そうかもしれないですね。自転車から落車したって言うと、 まあなんか重ね言葉っぽいですけど、じゃあどうやって表現するんだそういう突っ込みに対しても答えれないのが事実なんですよね。それと、他にあの、ソフトバンク銀、ソフトバンクじゃなかった失礼、シティバンク銀行ってありますよ。シティバンク銀行、バンク銀行って重ねてるだろう、10元だろう。これ仕方ないみたいですね。日本で銀行業を営むには、銀行という日本語をつけないといけない。 だから、シティバンクに銀行。ただまあ、その、よく考えてみれば、なんでシティ銀、な、どうしてシティ銀行にしなかったんだ。そうとも思うんですよね。シティバンクって全部言わ日本で言わないといけないのか。シティでもいいですよね。シティ銀行みたいな。シティ銀行という屋号で、あとはなんか、商品、商品パンフレットとかに、シティバンクって書いおけばいいような。あと、シティバンクだって、 このシティカードとか、シティなんとかって言ってるわけだから、シティで通じる、シティとあとなんかロゴマークありましたよね。今変えたか。昔はなんか光ってる十字のような。今あのマークじゃないか。だから、なんで重ねちゃったのかなって、そう思いますね。ただまあ10元、あまり見苦しくないのかな。他にもありましたね。射程距離って。 それ射程だけでも距離を含んでるから、射程、この,この大砲の射程距離それは、それはちょっとくどくてこの、この大砲の射程、それでも通じてしまうけど、言ってしまいますよね、射程距離って。だから重ねことは別にいいのかなって、そんなに見苦しくないのかなと思うんですよね、そんなに指摘するほど。 まあ変と感じても意味が通じるわけですからね。その重ね言葉とか意識しちゃって文章の中で、まあ、普段使わない単語とかに置き換えてその重ね言葉を防ぐ。そうするとその文章が読解不可能になる。難しくなる。そういうところもある。そうすると本末転倒ですからね。だから 見苦しいかもしれない。なんか、日本語の乱れだ、乱れ、日本語の乱れだとか、言語の乱れだ。そんなことを言うより、まあ、意味が通じればいいのかな。会話の場合は、そう思いましたね。意味がつ、ただまあ、お互い意味が違ったら、ちょっと怖いところもあるんですよね。同じものを、これ考えてるのかみたいな。まあ、これは重ね言葉じゃないですけど、 あの古いものを示す横文字っていっぱいあるんですよね。例えば、レトロ。それと、アンティーク。ヴィンテージ。それ、何が違うんだって。まあ、違うんですよね。まず、アンティーク。本当に古いものです。これ、日本語で骨董という言葉があるんですよね。骨董品。骨董品がアンティークですね。本当に古いものですよ。じゃあ、レトロって何なんだ まあレトロって言葉も古いものっていう意味でも使われますけど、まあ、若干古いものとかでも実際はレトロって解雇主義という意味なんですよねだからどちらかというとこの古臭く作った今の商品昔の地コ音キ風のレコードプレーヤーっていうかい昔の地コ音キ風のこのステレオラジカセラジオそういうものをレトロっていうんですよね例えば今日今作られてる 最新型のラジオ、テレビ。それが古っぽく見えてれば、それがレトロなんですよね。ただまあ、レトロ、アンティークとか、ごっちゃになって使われてる。まあ、実際商品を、この売る側、そうでない限り、そんなに気にしなくてもいいのかな。さすがに骨董賞とか、拳賞やってる人が、レトロ、アンティーク、ヴィンテージ。そこら辺を、この勘違いしたらダメですけど、 じゃなければ別にどうでもいいのかなと思いましたね。まあ、じゃあ、ヴィンテージとアンティークって何が違うんだこれ、日本だとあんまり変わりないみたいですね。アメリカとか他の国ですと、アンティークというものは国から認定されたもの、少なく,ても少なくとも100年は古いもの。そういうものに対してはアンティーク。それ、ヴィンテージはもう多少古いもの。そういうものをヴィンテージ。そういうみたいですね。 だから、まあ、とにかく古いもの、そういうものは、ヴィンテージって言えばいいのかなって、そう思いますね。まあ、レトロに関しては、まあ、あまり使わないこの、誤解されることがあるから使わない、古いものはアンティーク、骨董品でいいですけど、でもレ,レトロ、いわゆる復刻版のものだったら、復刻品とか、アンティーク帳とか、そっちの方がいいのかなと思いましたね。 アンティーク調。アンティークという言葉は、誰もわかりま、誰でもわかりますからね。古いものって。古いもの、なんか古臭いもの。そういうイメージを持ってるから、アンティークって言えば古いもの。アンティーク調といえばレトロあのふ。新しい機械を、機械とか商品を古く見せたもの。そういうものだと思われる。だから何か商売やってる。そういう人は、 用語定義ってしっかりする必要がありますけど普通の会話とかですとまあどうでもいいのかなって思いましたねそのそのまそのその周りがそう思ってれば実際その会話の場って教育教育の場じゃないですからねだからまああまり気にしない方がいいのかなと思いましたね ということで今なんかメッセージ入ってきましたのでそろそろこの収録収録収録終了したいと思いますでは失礼します自閉の動画解放文